第二次世界大戦中に大量生産された標準的なジープ。製造メーカーの異なるウィリスメガバイトとは細部に異なる部分はあるが、部品に互換性があり、携帯、構造ともにほぼ同一であったジープは、ステランティス NV 参加の四輪駆動車のブランドである。 第二次世界大戦中の1940年にアメリカ陸軍の要請により開発着手され、翌1941年から実戦投入開始された小型四輪駆動車がその元祖である。第二次大戦において連合国軍の軍用車両として広く運用され、高い耐久性と悪路における優れた走行性能で軍事戦略上でも多大な成果を上げた。 アメリカ軍欧州戦域総司令官を務めたドワイト・ D ・アイゼンハワーは第二次世界大戦を勝利に導いた兵器として原子爆弾 C-47 輸送機、バズーカ、そしてジープを挙げている。また従軍記者のアーニー・パイルは戦争において武器以外での主要発明品はジープとコールマンの GI ポケットストーブだと評している。高い性能は 小型四輪駆動車の有用性を世界各国で広く認知させ、第二次大戦後に軍用、民生用を問わず同種の四輪駆動車が世界的に普及する端緒となり、ジープは単なるブランドにとどまらず、その優れた設計と名声から民生のクロスカントリーカーや小型軍用車両の代名詞となった。ジープという名称の由来には諸説ある。ゼネラルパーパス。 もしくはガバメントユーズの G とホイールベース80インチの車両を表す識別符号の P から来た、符号 GP からジープと命名されたという説や、漫画、ポッパイに登場するほとんど何でもできる奇妙な動物、友人ザジープから取ったという説がある。明確な起源は半然としないが、すでに1941年にはこの通称が用いられ始めていた記録がある。 ジープの名称は自然発生的なものであったが第二次大戦後製造メーカーのウィリス・オーバーランド社によって商標登録されたその後は製造メーカーの合併や買収などで商標権は転々とし2015年時点では不可 USLLC2021 年時点ではステランティス NV の保有するブランドとなっている 第二次大戦型のオリジナルジープからデザインモチーフなどを引用したのみの現行モデルに至るまでその名称は継承されている。1941年アメリカンバンタムマーク2ギルモア自動車博物館ミシガン州アメリカ陸軍はモータリゼーションの先進国らしく自動車の導入に早くから取り組んでいただけでなく第一次世界大戦時には四輪駆動トラックジェフリークワッド 正式採用するなど、世界各国の軍隊でもいち早く四輪、駆動自動車のメリットに着目していた。このため1930年代には大型、中型の軍用四輪、六輪駆動トラックの開発、量産化を強力に推進した。しかし、偵察、連絡といったより、軽快な機動性が求められる用途では、オートバイやサイドカーなどを利用しつつも、 1930年代に至っても小型四輪自動車の本格導入には及ばないまま第二次世界大戦期を迎えた。1940年アメリカ陸軍受品化はポーランド侵攻におけるドイツ軍の小型軍用車両の活躍に注目し同年7月に135社の自動車製造会社に大まかな設計要件を伝え四輪駆動の 小型偵察車開発計画に応札することを緊急要請した。要求されたサイズは、4輪、駆動、3人乗り、660ポンド積み、加藤式、フロントガラス付け、ホイールベース75インチで85ポンドフィート以上のエンジンで、駆動と相当にコンパクトであったが、ホイールベース条件は、後80インチに延長された。 しかしこれに重ねて課せられたもろもろの要求スペックが厳しかった上、49日間で試作車を完成、75日で増加試作車70台を完成させよという、通常なら到底不可能な日程条件がついていた。要求スペックには、地雷を踏んでタイヤ4本のうち2本を失った場合でも、スペアタイヤを含めた残り3本で 100km の、 走行が可能であること、車載工具で全ての修理が可能であることという条件が入っていたという。あまりの条件の厳しさにゼネラルモーターズもフォードモーターも答えられず、アメリカでは主流から外れた小排器量の小型車に関するオーダーでもあったため、オファーに応じたのは中、小型車メーカーのウィリス・オーバーランド車と元来小型車メーカーで経営不振にあえいでおり、 延命手段を必要としていたアメリカンバンタム社のみ、しかもウィリスは開発時間と条件の厳しさから途中で入札を取りやめるという始末であった。開発参入を図ったバンタムの当時の設計チーフは、リューセンバーグやスタッツといった往年の高性能を高級車メーカーに勤めた経験もあったハロルド・クリストであったが、彼が率いる既存の小さな開発チームだけでは十分な。 設計能力を欠いていた。このため招聘されたのが、社外のフリーランス設計者カールケイプロブストで、7月17日から、彼とクリストを中心に特管作業で開発が始められた。開発チームはいきなり2日間で、プロトタイプの設計図面を仕上げ、もう1日で、コスト計算まで完了させ、まず7月22日の入札締め切りに間に合わせた。 プロブストは、軍の提示した条件から部分的に逸脱することも、さず、頑丈で、悪路に強い四輪リン駆動小型軍用車の、促成設計を目指した。問題は、車両重量で、軍の提示した、当初のスペックは、時長1275ポンドという、要求された、走行性能や荷重を配慮すると絶対、実現不能な値であった。プロブストはこれを、 あっさりと無視し、自重一トン弱で、現実的な車両開発を目論んだが、結果としては懸命であった。シンプルな、はしご型フレームに、前後とも縦置きリーフスプリングで釣られた、リジッドアクスルを備える、単純堅牢な構造とし、社外のエンジン専業メーカーであるコンチネンタル製の、小型車用 サイドバルブ水冷直列4気筒1.8リットル 45PS エンジンを搭載、簡易なオープンボディを仮装した。この基本構成は、以後の第二次世界大戦系ジープに踏襲されることになる。エンジンに限らず、小型車用の汎用部品を多用して、開発期間の短縮が図られた。四輪駆動車に、不可欠な副変速機は、大手部品メーカーのスパイサーに発注。 メインギアボックスは、ワーナーギアの汎用品、その他駆動系は、スチュードベーカー,ーの既存モデル、チャンピオンのパーツが流用された。バンタム最初の試作車はわずか2か月来たらずの期間で9月21日に、完成、9月23日の納入期限最終日に、自走でメリーランド州ボルチモアの陸軍補給基地へ到着、納入された。その後1ヶ月に及ぶ過酷なトライアルによって、 基本性能の高さが確認された。これによって増加試作者の生産が計画されたが弱小企業であるバンタム社の生産能力を危惧した陸軍は設計図をウィリス・オーバーランド社とフォードモーター社にも公開し改良を命じた。二次試作者はバンタム、ウィリス、フォードの共作となった。バンタム社は自社プロト社の改良系をまたウィリスは クワッド、フォードは、ピグミーと称するプロトタイプを、それぞれ11月中に開発、提示。各社ともバンタムの原型に近似していたが、重量超過問題はウィリースもフォードも解決しようがなく、結局は、軍が、自重制限を2160ポンドに、大幅緩和して、強度確保を重視した設計に転換できることになった。三社は、 それぞれ1500台の増加試作車を発注され、バンタム車は 40BRC、ウィリス車はウィリス MA、フォード車もフォード GP と呼ばれるプロトタイプを緊急生産した。なお、従前はフェンダー上に配置されていたヘッドランプをボンネット内にフロントグリルと共に配置した機能的デザインはフォード GP が起源で、フォードではさらに金網のグリルに変えて、 後半打ち抜きプレスもデザイン、以後のジープの独特な要望を形成する端緒となった。1941年上半期に3社合わせて数千台規模の4輪駆動試作車がヨーロッパ戦線やロシア戦線で実戦投入され、詳細に評価された。7月、3社の試作車中で最も強力で性能が優れていると評価されたウィリス MA が トライアルの勝者となり、これに改良を加えたメガバイトが正式採用される。フロントデザインは、フォード GP の案が取り入れられた。ウィリス MA メガバイトのパワーユニット、ウィリス L134、通称、ゴーデビルエンジンは、バンタムのコンチネンタルと、同クラスのロングストローク型、3ベアリング4気筒サイドバルブで、1937年からの、 ウィリス小型乗用車用ユニットを原型に、同社チーフエンジニアで、エンジン設計のベテランであったバーニー・ルースらが強化、改良したものであった。1942年から同一仕様の、ウィリスメガバイト、フォード GPW の生産が始まる。フォードは絶大な大量生産能力を買われてウィリスと、完全互換、同一仕様での製造を委託されたものである。ただし、 すべての部品に、社名の頭文字である F の字が見られる1942年型には、車体後部に大きく社名がプレスされている、車種のクロスメンバーが、メガバイトより1本少ない、最前部クロスメンバーの作りが異なるなど、互換性を残す範囲での独自設計となっていた。バンタムは、企業規模が小さいため、ジープ生産からは外され、 より生産量の少ない大型の軍用車生産を割り当てられた。以後、第二次世界大戦終戦までに膨大な大数のメガバイト GPW が生産されることになる。同年中に日本陸軍が人を作戦にてバンタムマーク2を路角、内地に持ち帰る。日本陸軍はジープより4年ほど先行して、計4輪駆動車の95式小型乗用車を 採用しており、5二軸駆動の94式6輪自動貨車などにも、見られるように4輪駆動車のアクロ走破性自体には、深い理解を示していたが、黒金4機はあまりにも小型すぎて、サイドカーの97式側車付自動二輪車を、代替できる程度の車格しかなく、アクロでの走行性は高かったもののジープのような、軽トラック的な貨物輸送にはやや性能が、不足していた。 これより大型の93式6輪乗用車や98式4輪機動乗用車は、当時の市販車両で一般的であったフェートン型であり、戦闘式車としては十分であったが、やはり貨物の輸送にはあまり向いておらず、黒金4機と1.5トン積みの94式や3トン積みの、 一式六輪自動化車などの後に軸駆動六輪トラック、あるいは四輪駆動の二式四輪機動化車との間に、不正輸送任務において、大きなギャップが存在していた。そんな中、陸軍は露角した BRC-60 の性能に着目し、これをリバースエンジニアリングするようとヨタ自動車に命じた。その施策にあたっては、 戦地での敵味方の誤認を防ぐため、外見が、ジープに似てはいけないという要求も課され、機能性がそのまま外見に現れるジープと同じ、性能を違う外見で実現するために、トヨタの森本正義氏は、大変に苦心した末、最終的に、ヘッドランプを、中央一等とする、フロントフェースにすることでこの要求を、クリア、1944年8月に、 トヨタ故障 AK10 型として試作者5台が出揃い、5殿場で試験された。その結果、4式小型貨物車として陸軍に、直ちに正式採用されるが、極度の資材欠乏と労働力低下、日本本土空襲の混乱などから量産が間に合わず、ジープのような活躍の記録はない。また、この AK10 型と戦後のトヨタジープ、 後のランドクルーザーとの設計面での直接的なつながりもなく、トヨタ自身もジープ、ランドクルーザーの直接の母体は、トヨタクシー型四輪駆動トラックや、クシー型をベースに、水陸両用トラックとしたスキ型四輪、駆動水陸両用車であるとしているが、トヨタの技術者たちは、AK10 型の試作の経験で四輪駆動車の基礎的な技術を学び、その残存部品も、 トヨタジープの開発にあたって大いに参考にされたという。第二次世界大戦中からウィリス・オーバーランド社はジープの商標を登録して所有、終戦後も他の大手自動車メーカーが6機筒以上の大型乗用車生産に続々復帰する中、小型車メーカーで商品力のあるモデルを持たなかったウィリスはジープを呼び、これをベースにした汎用モデルを 民生向けに市販した。ジープの戦場での活躍は、戦時中から報道され、復員した兵士たちからもその悪路を投破力や、多機能性は広く、民間に伝わっていた。また工業デザイナーのブルックス・スティーブンスの提案に、基づき1946年から市販された、後半性クローズドボディ付けのジープワゴンも成功を収め、民生用ジープは、 戦後のアメリカ市場で既存の乗用車やトラックとは異なる新たな市場開拓を成し遂げた。ウィリス・オーバーランド社を1953年にカイザーが買収し社名をウィリス・モーターズ・インコーポレーテッドとして子会社化。1963年にはカイザー自体が社名をカイザー・イコール・ジープ・コーポレーションとした。カイザー・イコール・ジープ社は1970年には アメリカンモーターズに買収される。AMC は1980年にはルノー参加に入り1987年には AMC がクライスラー社に吸収され、クライスラー社も1998年にダイムラー・ベンツと合併し、ダイムラー・クライスラーとなった。2007年にダイムラー・クライスラーは、クライスラー部門を米投資会社、 サーベラスキャピタルマネジメントに売却したが、2009年に、連邦倒産法第11章を申請し、フィアットが株式を取得。2014年に、フィアットの完全子会社となり、フィアットクライスラー、オートモービルズの一部門、ブランドとなった。負荷では、グローバルブランドの位置づけで、積極的な世界展開が図られている。2017年に、 中華人民共和国の自動車メーカーである、超常技者が、ジープの買収に意欲を示したと報道されるも、超常技者は、不確実であるとして、現時点の進展はないとした。2021年、カはグループ PSA と合併システランティス NV が、誕生。ジープは現在その一ブランドになっている。ラングラーチェロキージープワゴンジープスターフォワード。 コントロールグラディエーターコマンドコマンチ AMC、イーグル二千十九年のユベントスのユニフォーム監修、石川博義ほか、アメリカンカルチャー、日本の戦後にとって、アメリカとは一賛制度、1八十一年、十四ページ。ニシッド b n 0 1 0一九四四零 AB、クラシックカメラで遊ぼう僕が、カメラ中毒者になったわけ p 二百八タイプ九十三六 4、ウィールドパッセンジャーカー滝、S ホームページ。タイプ98パッセンジャーカー滝、S ホームページ。タイプ16、ウィールドトラック滝、S ホームページ。日本軍の兵器1の13道の区や、文章で読む75年の歩み第1部、第2章第5節戦時下の研究と生産第8行各種自動車の、試作トヨタ自動車75年史。ジープ買収に、 意欲、中国、超常技者とは、2017年9月4日閲覧。中国の超常技者、不可参加、ジープの買収協議は行っていない。2017年9月4日閲覧。フィアット・クライスラー &PSA グループレナメマージド、オートメーカー、ステレンタイズ。フォックスビジネス。2021年3月29日、閲覧。ジープジャパン公式サイト。 ジープユベントス、ありがとうございます。